ここに来て反転、シンプルにうまい、ともちゃんは女の子、10話に対するみんなの反応集。このカップル脳筋すぎない。ともちゃんでも風邪ひくのか。キャロルにも指摘されたけど全部自分の思惑通り行くって考えちゃうの悪癖だな。振ろうと思った相手に振られるのはダメージがでかい。異性として意識した瞬間とこれからも親友でいられるって思った瞬間が同じなわけか。俺たちは、変わらないと思ってた。可愛いんじゃねえのか。可愛いぞ。変わっちまった。え、マジか。お、男子バージョン。お、男性陣バージョン。ああ、三人の相手側男子版なんだ。うわぁ、ガールズ可愛い。なんか松岡くんもいるの愉快すぎだろ。やろうバージョンちょっといいじゃねえか。このバージョン円盤特典だろさすがに。どんぐりコロコロ。ほんとどんな特典なんだよ。そういえばアニメが始まってから初めてのオール純一郎視点会だった。エンディング男子バージョンいいじゃん。サプライズだった。最高。なんか熱くなる回だったなぁ。みすずちゃんサービス買いすぎた。純一郎の内心全部種明かしして立場を逆転させてからのエンディング純一郎バージョンはアニメがうますぎる。ともちゃんは女の子、いいラブコメだ。今週のエンディング考えた人あまりにも天才すぎる。ともちゃん、アニメ本編がそもそも面白すぎるし今回の特殊エンディングみたいなサプライズもあるしで最強のアニメーションでしょ。JC みすずさん可愛すぎたな。挙動不審だが毎回のように思い当たるシーンが増えていく。先週と今週でいい回続いてこのアニメかなり好きかもしれん。ってなってる。もしかしてともちゃんはちょっと体力お化け怪力ゴリラ女子なだけで可愛いのではないか。サビの一番いいところでバキバキ折れてる心なの笑う。まさかのジリバキ。進めば進むほど面白くなるラブコメもなんだか久しぶりだ。完全に打算で付き合ってたのか、いい話だった気もするけどエンディングに持っていかれたな。ミスズ安定のいいキャラっぷり。ミスズが可愛すぎる回だった。どう見ても作中一の美少女です。ジリバキラブ草。純が気づいてからの特殊エンディングでジリバキは最高に上がった。ジリバキの動画がつべで公開されてた。中学時代の話見たいと思ってたからよかった。エンディングの作感。キャラデザの人だけどちょっと本編とタッチが違うね。三人横になってるところは美しすぎる。歌に持っていかれそうになるけど絵が本当に面白いし心に刺さる。シチュエーションは全く違うけど思春期の付き合う直前のモヤモヤとかすごい思い出す。全く期待してなかったがこのアニメほんといいよな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。